こんにちは、玉木にいめです。今日は懐かし写真の説明をしたいと思います。この2枚、私たち若彼氏、最初本当デビュー作に近いシャツを着ています。フレンチスリーブのシャツと長袖、今も売っている玉木にいめのシャツです。この当時は、播州織イコールシャツ地と思っていたので、シャツ地を作らなきゃいけないと思ってシャツばっかりを考えていました。今までにない大柄のこういう部分柄だったり、これはアレンジバインダーで作ったんですけど、こういう部分柄だったり、あの大柄の左身ごろにだけ切り替えじゃなく柄で折られているこういう柄っていうのがすごく可愛いなと思って西角さんに折ってもらって作っていました。まあ、シャツっていうアイテムがサイズ展開がすごく多いということと、ぴったり合わないとダサいということと、逆にサイズ展開が多い分在庫リスクがすごく高いとか、いろんな問題があってなかなかうまくこのビジネスが回っていかなかったんですけど、その後シャツ地がの中からショールがいけるんじゃないかってひらめいてショールを作り始めました。最初の頃のショールの当時の写真はこんな感じです。ちょっと撮影所に行って自分たちで撮影したりしましたね。これが本当最初の西角さんに折ってもらったショールで撮影した思い出のものです。でこの時にロゴとかも開発して、その後自分で折るっていうところに今後なっていくんですけど、その時はまだ一生懸命自分たちで販売するっていうところに頑張っていた頃です。そしていよいよ玉木にいめは自分で折るということを決めて、最初にゲットした力色機がこちらです。ちっちゃな倉庫で力色機2台を入れて自分で折り始めました。この当時の思い出というと、ただただ面白かった、楽しかったっていうことしかほとんど記憶にないんですけど、本当何ができるか分からなかったし、どうやっていいかも分からなかったんですけど、日々日々実験の連続で、ああやってみよう、こうやってみようって言って自分の中ですごく楽しくやっていました。その最初に出来上がった、まあ、最初の頃かな、これ。出来上がったのが、この、ウール、横糸がウールで折ったオンリーワンショールです。コットンのバージョンももちろん作ってるんですけど、あ、違うな。これは、あ、これオンリーワンじゃなかった。ごめんなさい。これはルーツショールの最初の頃のやつだね。こちらもそうです。最初の頃は、この辺も最初の頃に折ったショールですかね。ウールのルーツショール。いろんな写真が並んでて、それを今、壁にペチャペチャ貼ってますんで、よかったら見に来てください。あ、これ最初の頃の力色機の写真だね。こちらです。首に巻いてるのはオンリーワンショールですね。結構今思うと、結構ガシガシのまだまだ、目の詰まったものを持てたなっていうのが感想としてはあるので、今思うと面白いな。もっといろんな開発が今後もしていって、楽しいワクワクするものを提供できたらいいなと思っている今日この頃です。じゃあねー。